皆さんこんにちは。 TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL の第11回になります。よろしくお願いします。今回はですね、 GLSL でのブレンドについてお話しして、最終的にはこう今ご覧いただいているような模様を出力していきたいと思います。今回やることですが、まず準備として GLSL でバッファーを作る。次に、加算合成の説明をします。さらに、ブレンドをしていろいろ模様を作っていこうと思います。今回使うのは、Add とマルチプライとディファレンスとスクリーン。この4つをやっていきます。それではやっていきましょう。はい。今回はこの状態からスタートしていきます。これはですね、第2回の最後にやったサインウェーブを使った、こういうストライプの画像になります。で、サイズを1280×720としています。で、一つ重要な点が、ここで、ピクセルフォーマットを16ビットフロートというのを使っています。で、このトップ2を出したときに、マイナス1から1の、サインウェーブが出てれば OK です。ここが、8ビットになっていると、おそらくこういう風になってしまうんだと思います。0から1の値しか表示されないという風になりますので、16ビットを選ぶようにしてください。今回は、GLSL の中で色を合成していくんですけども、合成前の状態を確認したり、合成方法による違いも同時に見ていきたいので、一つの GLSL から複数の出力ができるバッファーを今回は使っていきます。バッファーを出力するには、レンダーセレクトを使います。レンダーセレクトを配置します。ここですね。で、このトップの指定するところに GLSL、これが入りますね。まあ、つながりました。まず手始めに、ここに UV を出力してみましょう。X4 から UV イコール X4P。こんな感じですね、カラーは。で、このバッファーに出力するために、Location イコール0、OutX4、ここではカラー UV としましょうか。さらに、メイン関数の下の方に、この今宣言したカラー UV で、その UV の指定をしたカラー、これですね。こうすると。ちょっとまず UV が出力されたと思います。で、ここのインデックスが0と、こうですね。X を0にすると、ここで指定した0の、カラーアンダースコア UV が、カラーのこの UV と出力されるというふうになります。ちょっと今見えなくなってしまったんですけど、先ほどまで出てたこのストライプを今度は出力していきます。で、もう一つレンダーセレクトを置きます。で、今度はインデックスは1としておきます。で、ここでまたワーニングが出てて見れないので、ここを修正していきたいと思います。今度はここにロケーション1、2番目として1を置いて、カラー、さらに、カラーの1イコール、カラーと、ふに入れます。今度は、ここのですね、ナンバーオブカラーバッファーズっていうところに今1というふうになっているので、ここを2にすると、もう1個出力されるようになります。デフォルトは1で、大抵そのフラグカラーを使ってここに出ているんですけども、2を選択すると、まあ、1つ以上のレンダーセレクトに出力できるようになります。これで2つまでまずバッファーを出力できるようになりました。今、こう縦の線があるんですけども、今度は横線を追加していきたいと思います。カラーを、これを、名前を変えていきます。カラー1、カラー2と。で、ここがカラー1。これは使わなくてもいいので、コメントアウト。
カラー1ですね。で、カラー1が縦線。で、カラー2を作って、それを横線にしたいと思います。UV を前に持ってきましょう。これで、カラー1。今度は、カラー2。こちらをカラー2で、Y というふうにします。で、また出力したいので、ロケーションの2。もう一つ。こういうふうになりますね。で、もう一つレンダーセレクトを追加します。で、今度は、インデックスを2とします。で、ここを今度は3にすると、この横の線が入ってきました。次に、これらを足した結果を出力していきます。今回、このフラグカラーは別なくてもいいので、消してしまいましょう。します。で、一回コードをきれいにすると。で、次のロケーション3として、カラーのアッド。で、ここでもカラーのアッド。あ、宣言してなかったですね。これで、カラー。が入ってで、このアットは単純にカラー1とカラー1の RGB とカラー2の RGB と。で、もう一つレンダーセレクトを追加して3で、こちらを4と。こうするですね。そうすると何かこういうちょっと面白い形が見えてきました。この縦線と横線を足した結果がなんでこうなるんだろうというのは僕なんかもう最初にすごい不思議に思ったんですけども、なんでこうなるかちょっと説明していきたいと思います。まずですね、このサインカーブというのは、先ほども出していたんですけども、トップ2で見ると、で、G と B と A を消しましょう。ですね。こういう形になってますね。マイナス1から1への変化というふうになります。なんですが、この黒のところにはですね、0以下の数字が入ってるんですね。だからこの辺からいくと、0からマイナス2ちって0というふうになってます。だから黒のエリアの方が多いんですね。同じ黒でも中に入ってる値が違うことになります。そして、こちらの場合は、これ今の X 方向のこういう値を取ってるんですけど、常に一定の値になってますね。これをマスチョップでこの2つを足してみます。そう足してくっつける。で、チャンネルをコンバインアドすると。じゃないですね。チョップスをアドする。こういう風になりますね。で、この今見てるとこはもう完全に0なので、この辺なんですよね。何も影響を受けないので、全く同じ数字が入ってるんですけども、これの位置をちょっと変えてみます。0.5 が真ん中に今なっているので、ちょっとこれとこれをまず連動させたいと思います。コピーパラメータ。こうかな。こうですね。これで、こう動かすとちょっと値が変わっていくのが分かると思いますが、例えばですね、この、このあたり、この辺だとマイナス、0ポイント7あたりですね。この辺はもう真っ白で、ほぼ1に近い数字が入ってるんですけども、0.7 のあたりを見てみましょう。0.7 と。このくらいですね。ここを見たときに、ほとんどが0から1の間に入ってて、この黒のあたり、黒になるエリアがほぼないですね。これが、この、アドしたときに言う、この辺なんですね。0.7。この辺のことを言うわけです。
白のエリアがこう多くて、黒のエリアはここだけ。0.7、こう白がここと。こういうふうになってます。これがこのサイクルですね。例えば、この辺。この辺がどういう値かというと、V が 0.3 あたりですね。0.3 あたりというのは、こうなっていて、ほぼ全部、0より下にあるというふうになってますので、ここも真っ暗になってるんですね。ここに例えば白があったとしても、この黒の方、値の方が大きく、この黒のマイナスの値の方が大きいので、結果は黒になってしまうというふうになります。これと、ここから、この後から出した、トップ2。これは、こうですね、0.324 一緒なので、これとこれが全く同じものになるわけですね。これがいわゆる加算合成というやつになります。次は、マルチプル、掛け算の出力していきたいと思います。マルチプラント。マルチプライなので単純にこれはかけてるんですね。カラー 1RGB× カラー 2の RGB となります。カラーマルチの感じですね。でもう一個新しく作って、今度はこれはインデックス4で、こちらは GLSL のことを5にすると、こうすると今度は掛け算をするとこういう風になるんですね。また違った模様が現れてきました。これもですね、加算と一緒で、こうやって計算をした結果、こういうパターンが生まれてくるということになります。で、次は、ディファレンスを出してみたいと思います。絶対1ですね。カラー1からカラー2の絶対値を取るというやつです。こうですね。これでもう一個つけると。これがタコにして出てこないということ。これの6にする。こうですね。また違ったパターンが出てきました。面白いですね。これも同様にこの加算と同じように計算して出すことができます。もうお気づきの方もおられると思うんですけども、これらのこのアドとか、マルチプライとかディファレンスっていうのは、タッチデザイナーのこのコンポジットトップで全部再現できるんですね。それと同じことをやっていると。で、この1と2を入れて、これが最初のデフォルトなんでマルチプライですよね。これが入ってきて、これがアドだったらこれになって、これがディファレンスだったらこれが出てくるというふうになってますね。このコンポジットトップは全部 GLSL で再現できるということができます。僕の場合なんかですね、Photoshop とかで、なんとなくこんな感じの
出力がされるんだろうなと思ってブレンドモードとか使ってましたけど、なんかこうやって改めて数値で理解できるとすごい面白いなと勉強してるときに思った記憶があります。今、これまでの3つはすごい単純なものだったんですけども、この実装のアルゴリズムがパッと思いつかないものって結構あると思うんですね。例えば、今からスクリーンモードを実装したいんですけども、で、どんなことになってるんだろうと思ってですね、こうやって Adobe のページに行くと、スクリーンの項については、各チャンネル内のカラー情報に基づき、合成色と基本色を判定したカラーを上段しますと。こういうふうになってますね。で、これを GLSL で書くと、ちょっと書いていきます。X3 ブレンドスクリーン X3 ベース X3 ブレンド X3 カラーイコールベースかけるマイナス1引くブレンドかけるブレンドと。リターンカラー。こうですね。お、なんかミスってますね。これで、関数が書けました。で、今度も、これを次に、新しく出力したいので、カラースクリーン。で、ここに、カラースクリーン。スクリーンがあって、で、カラースクリーンをここで使っていきます。ブレンドスクリーンのカラー1 RGB と。で、1.0 が。こういう形になりますね。で、これで今度はこのスクリーンも出力したいので、していきます。スクリーンでやるとこれまた別のパターンがこうやって現れてくるようになります。画像を入力してみたいと思います。ムービーファイルインでこうで、ここではカラー1にこれ入れましょうか。テクスチャー STD バナナを入りましたね。ここで4つを比較すると。で、せっかくなのでですね、ちょっとこれに動きをつけていきます。2個目に動きをつけていきましょうか。2個目なので、これに VI と存在しないのでエラーが出ます。ロードで、これでまだこの変数を持っていないので、ここに入ってもらって、ハーベスタイム10とか、こんな感じで、写真と一緒にやってもこういう違いが出てきて面白いんじゃないかと思います。で、またパターンに戻しましょう。こうですね。こう別々のパターンがこうやって生まれてくるのがわかると思います。と、これで4種類の異なるパターンを作ることができたので、と、最初にお見せしたものと大体同じものができたんじゃないかなと思います。この値をいろいろ変えたりして、お気に入りのパターンを生成してみてください。で、今回ちょっと趣向を変えまして、ここからちょっと僕のフリースタイルでどんなパターンが作れるのか、いろいろコードを書いていってみたいと思います。
はい。こんな感じでですね、いろいろいじってみると、なんか面白いパターンが生まれてくることもあると思いますので、皆さんもいろいろやってみてください。今回はここまでになります。TDSW では毎月2回程度、週末にライブ配信ワークショップを行っています。チケットは PTX やイベントブライトからお求めいただけます。また、Patreon も利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。